棚にお乗せになりましたお荷物は走行中落ちることのないようにご注意ください。こんにちは。ここは羽田空港第2ターミナルなんですね。今日ね朝起きて、最近あんまなんかどっか出かけてないから、先週もなんか新潟とか行ってるんですけどね、あんまどっか出かけてないような気がしてたんで、どっか行きたいなと思ってね、じゃあどこへ行くか適当に、出かける計画を立てることにしました。でも行き先はねあんま暑いところあれだし、だいたい西日本の方面はね今ちょっと大変な災害が起こっているところですから、ちょっと行くのはあまり適切ではないような気がするし、じゃあどっか寒い方北の方に行こうということで、北海道に行くことにしました。日帰りで今日中に帰らなければなりません。もうここからすでにチェックインとかもろもろの手続きは済ませてありますんでね、遅れております。そう、ちょうどねどこへ行こうかな、函館なんかがいいかなということでね、函館行きを見たらば、ちょうどいい時間の便は本来はなかったんですけれど、機材繰りの関係で飛行機が1時間と10分遅れということで、それでね空席がこうボロボロ出てきている、しかもね割とこう新しいちょっと乗ってみたいなと思っていた飛行機がねちょうどベストな時間で来るということが分かりましたんで、じゃあもうこれで行くしかないなと函館行きが決定しました。これで行くと多分昼過ぎぐらいに函館に着いて、夕方7時ぐらいにね函館をまた出てくると、そういう予定になっていると思います。函館の天気が良ければ、もしかしたら帰ってくる時には美しい函館の夜景を空から眺めることもできるのかもしれません。空港ってのはね、いつも思うんですけど、おかしな飲料をいっぱい売ってますよね。青汁、キャップをひねると粉末とペットボトル内の水が飲む直前に混ざる。あ、そう、ちょっとこう買ってみたくなるような気もする。馬だし、飲む博多だしスープ、うまいのかな、なんかこう変なもの売ってるとねついつい買いたくなっちゃうんですけど、飲料業界のその戦略にこう飲まれてはいけないような気もしますが、でも空港にいる時しか買えないしなと、もやっぱ買いたくなってきちゃうんですね。でも結局ね買えませんでした。現金を財布カバンの中から出すのがめんどくさかったからね、こういうところにスイカちゃんと対応にしとかないと、こういう風に購買機会の異質というものがあるわけです。大学でもねこういうことを教わりますけど、やっぱキャッシュレスね、お金現金を使わないでピッとやるだけで買い物ができるようにしておくっていうのはね、売上の増進にかなり効果があるようですよ。ロールスロイスって書いてありますね。皆様の出発並びに到着がここまで遅れてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。寒い、ちょっとやばいねこれは。15度だそうです気温は。まあ見た目ほど寒くないけどね、別に大丈夫、寒いってことじゃない、まあちょっと涼しい、スースーするなぐらいですからいいんですけど、はるばる来ました函館ですよね。なんでいるんだろうなっていうか、適当に本当にね思いつきで来ちゃいましたんで、別に何をするっていうわけでもないんですけど、今日の夜の7時の飛行機で帰らないといけませんから、今もう1時なんですよね。そうすると5、6時間ぐらいしかいられないのかな。ちょっとパパッと行った方が良さそうです。あそこにこうバスも来ております。あ、よく考えたらね、函館、今まで函館来るのに列車使わなかったことなんてないですからね。函館空港も当然初めて来ましたけど、なんか新幹線ができてから北海道が遠くなったような気がしますよ。あの寝台車ってのは普通に便利だったと思うんですけどね、函館行くときには。でもまあ当日の朝に起きて今日暇だからどっか行くかっていうんで行く感じじゃないから、まあ飛行機はそんだけ便利だってことなんでしょうけどね。これなんかあるのか、どこへ行くバスなのかな、駅方面に行くの、とりあえずこれに乗った方がいいかもしれないな。函館駅へ行ってもしょうがないといえばしょうがないんですけど、こういうところのバスってね、飛行機が着いてすぐ出てってその後しばらくないですとかなりそうだから、よくわかんないけどこれに乗って駅方面に行くか。駅以外の停留所でもどっか止まってくれるんでしょうね。運賃は後払いだからとりあえず乗り合いかな。湯の川温泉が近いんですよね。函館駅行きだからこれか。あー、どこで降りるかな、湯の川とかでいいかな。でも温泉は八頭に行きたいし、とりあえずやっぱり函館駅まで向かいましょうか。着いた函館です。驚いたことにですね、私初めて函館空港を使ったってさっき言いましたけどね、函館空港から函館駅までってバスで20分なんですね。こんなに近いとはね知りませんでしたよ。なんだこの北海道新幹線で新函館まで行くよりも近いじゃないかと。
これじゃあ新幹線の立場が超怪しいのではないか、そんな気もねしてきちゃいます。まあさ、あんまそういうこと言うとね、あの鉄道マニアなのに今日帰りも私新幹線じゃなくて飛行機で帰りますんで、なんか申し訳なくなってくるんですけど、でも飛行機の方が確かに便利だしなと、安いし、本当に申し訳ありません。 JR 北海道、あの今日ちょっと当日にね切符買いましたね。当日だけ空きがあると、あの学生は異常に安く飛行機に乗れるんですね。さっきも言いましたね、 LCC より安く乗れるから、今日はそういう風なあのあれで来てるんで、 JR 北海道は使わないんですけど、いやちょっとなんかね、あのいつも青函トンネルをくぐって必ずこの函館へやってきてね、それでという感じだったのに、なんかだんだん寂しくなってきますよね。青函トンネルももうしばらくくぐっておりません。最後に撮ったのは今年の3月かな、まあ、そんなに前でもないけどね。傘嫌いの私ですけどね、今日海外から来た人なんかもう上着も着ているような気温ですから、別に寒いとは思わないけどね、前も普通にこんな空いてますけど、別にどうも思わないんで、私は気にしませんけれど、まあ、このぐらいですから、やっぱりちょっと風邪など引きたくないというわけでね、さすがに今日は降伏して傘を差しております。でさっきあのプレミアムクラスに乗ってきましたね。お食事出してくれるんですね、全日空。それで食べようと思ったらば、そしたらね、あの飛行機が1時間遅れていた関係で、お昼の時間帯なのに朝食、すごい軽い食事が出てきたんですよ。だからまだちゃんとした食事はしてませんので、逆にこれはいいぞと思いまして、ね、函館の、ね、お昼ご飯食べるなんてのもいいかもしれません。やっぱね、あのお金のない頃から函館には散々入り浸っておりましたね。高校生とかね、あの函館の安い食事については私もいろいろと心得があります。まず手元をこれご覧いただきますとね、これセブンイレブンのおにぎりがね、本日100円セールやっておりまして、5個も買ってきてしまいましたけど、これもね美味しいんですよ。素晴らしいですから、後でちゃんと紹介しますんでね。多分私北海道で一番多く利用した駅って函館なんじゃないかな。だいたい最後北海道長旅に帰る前に札幌から寝台特急に乗るか、函館から寝台特急に乗るか、まあだいたいどっちかだったんですけど、函館の方がでも乗ることは多かったですね。時間的にもちょうど良かったし、寝台特急札幌から乗るよりもどうせだったら函館まで来て寄り道してから帰ろうかなみたいな感じでしたから、今でも私の心の中では玄関口の駅でありますけれど、でももう玄関ではないですよね、残念だけれど。渡れた、すみません。本当はこんなね、歩行者があの自動車にペコペコするのはおかしいんですけどね、こちら歩行者様なんですから、大手を振ってですね、のんびりマイペースで横断歩道を渡るべきなんですが、なかなかそうもいかないというのが人間です。お昼ご飯はですね、函館の名物焼き鳥弁当っていうのは、これね、あのさっきのバスのところにもこういう風にあったんですけど、函館出身のあのバンドのあのグレイっていう人がいるそうですけどね、私あんまりよくは知らないですけど、その人もおすすめなんていう風に言ってた、この函館の長谷川ストアの焼き鳥弁当、北海道の限定のコンビニでですね、北海道最大手のコンビニで、あのセイコーマートっていうのがあるんですが、それがこの北海道函館に来ると名前がなんか長谷川ストアになるんですね。もともとは違う系列のお店だったようですけど、その長谷川ストアで作っている焼き鳥弁当っていうのがとても美味しいということで、函館の名物になっているから、それを食べたいんですが、ただですね、実はあのよくご存知の方は分かると思うんですけど、函館の駅周辺にだけはなぜかその長谷川ストアがないんですね。だから函館駅へやってきたのに便利なところに長谷川ストアがなくて、うん困るなみたいなことを言う方が多かったんですが、多分去年とかだと思うんですけどね、この函館の駅前にありますボーニモリアっていう、これは何なのかな、あの スーパーではないでしょ、あのデパートという言い方って多分いいんだと思いますけど、ちょっとデパートのちっちゃいのみたいな感じのですね、このお店の下のところに、まあ、地下のデパ地下ですよね、そこにね長谷川ストアが入りまして、デパートの中にコンビニが入ってるのかっていうと、コンビニは入ってないと思うんです。コンビニではないんですが、コンビニの機能はないんだけど、焼き鳥弁当だけこのデパートの中で買うことができます。だから函館駅来てね、あの焼き鳥弁当を食べたいって言ったら、今ではここで食べられますんで、いやだいぶ昔より便利になったもんです。前確かね、函館の駅から歩いたらね、20分か30分かそんぐらいかからないとあの買いに行けなかったと思います。一番近いのは高砂っていうところなんですけど、そうそうそう、ただね、前も私間違えたんですけど、このボーニモリアって本館と別館とありまして、こっちは本館じゃなくて別館なんですよね。確かこれからちょっと奥の方へ入っていって、道一本挟んだその炭火焼き串に串焼きなんとかとか書いてある、それの裏側に本館があるので、そっちでね買えるんですよね。あの間違えちゃいました。すごくないですか、こういうものにね合わせて、それの横にねこのまんまコンビニ弁当が並んでるんですかね。よく見てみればなかなか面白い看板だなというような気もします。なんだこの右の一つは、あの右の一つが一番函館で有名なんじゃないかな、お弁当というか、あの肉系の料理としては。傘を買ったらね雨が止むんだが、ほんとこういうのやめてほしいですよね。例えばなんか今そこにマンションを建ててる途中だったはずですが、完成したんだな、そのマンションは。これか、このなんていうか、キラリスとか書いてある、この私の顔のすぐ横にあるこの建物ですね、最近新しくできたみたいで、お弁当も買ったんですけどね、このお弁当については使い方とか様々ありますんで、まあ、これはあとどこで食べるかということが問題になるわけです。で、通常でしたら函館駅前の広場で食べればいいんですが、まあ、雨は止んだとはいえまだ濡れてますんでね、ちょっと駅前広場の広々としたベンチで食べるというのもあれですから、入場券買って函館駅の中のねベンチで食べましょうか。
それからバスかなんかに乗って函館山の上まで登ってね、それ山の上、今日だったら多分この霞んでる天気だったら空いてると思いますんでね、上で食べるのもいいかもしれないけど、でも濡れてるっていうのは変わんないだろうからな。やっぱりいいや、函館駅にしましょう。函館駅の雰囲気もとってもいいからね。お、14時2分発上磯行きってのがあんな。あと6分で出るようですけど、あれに乗って渡島当別トラピスト修道院でも見に行くのもいいかな。あの渡島当別っていう駅がありましてね、そこから先すぐ歩いて行ったところに立派な修道院がありますんで見に行こうかなと思ったんですけど、よく考えたら上磯行きの列車ではね、あの渡島当別より手前で行き止まりになってしまうから、これじゃダメだということになりました。でもちょうどいいところ、あのベンチ別に使っていいんですよね。あれでお昼ご飯にしましょう。思ったけど、こうなんかこう水が滴って跳ねてくるんですね。まあ別にちょっとのこのぐらい気にしないっちゃ気にしないんですが、他にも条件のいいところがあるんだからね。本当はね、あそこのコンコースのところで食べようと思ったんですけどね、まさかこのコンコースのところにまで人が並んでいるとは思いませんでしたので、こう映ってるの分かりますよね。結構混雑してるんですよ。でもホーム上のベンチだったら向こう側のね、あの3番乗り場のところとかにもベンチはありますんで、あそこだったら誰も来ないでしょう。ほんでね、買ってきました。これ焼き鳥弁当ね。これ豚の入れ物っていう感じ。これ発泡スチロールでできていて、温度を保つ効果がきっとあるんでしょうね。秘伝の隠し味函館ワインと書いてありますが、焼き鳥を焼くときに函館のワインをこう霧吹きで持ってプシュープシュープシューとかけるのが、やり方のようです。でこれもううちのチャンネルでは何度も説明してるような気がするんですけど、この焼き鳥なのにこう豚が焼いてるのは何なのかと。北海道の焼き鳥はですね、豚なんですよね。なんでそうだったのか私も忘れちゃったんですけど、それがなかなか特徴的で面白いこと。さらにこの函館の、長谷川スターの焼き鳥弁当の特徴なんですが、このようにこう溝が入っておりますが、これどうやって使うのかっていうのに使い方があるんですよね。こういう風にやってですね、これでよいしょっと蓋を閉めて、それで引っこ抜くと串が外しやすいって言うんですね。串から焼き鳥がバラバラと。でもこれ結構難しくてね、一番右のやつは一応成功したんですが、左のやつはもう崩壊してしまいましたし、弁当箱にも亀裂が入りそうでちょっと危険な感じだったんで、3本目を引き抜くのはやめてこのままいただきたいと思います。うん、これがですね、塩味は確か隠し味に少々のニンニクも入れてあるとか、まあ、とても美味しいんですけど、美味しいんですけどね、あのこれ実はご飯が確か 200g で100円なんですよね。でそれから焼き鳥が1本だいたい100円なんですよ。そういう風に買っていくと、この焼き鳥弁当は450円なんですが、400円で本来は作れるはずなんですよね。まあ海苔が入ってるんで海苔に50円かかってることなんですけど、なんかこうみんなセットになってると安いような感じがするじゃないですか。で実は別に安くはないですね。だからお金がない時には焼き鳥弁当というものをセットで買わないで、あの焼き鳥の串3本とそれからご飯を別々に買った方がコストパフォーマンス的には優れるということになります。ちなみにあの夜の遅い時間帯とかに行くとね、たまにあのご飯詰め放題とかいうのは長谷川スターでやってますから、それがあるとなおお安く上がるわけですね。ご乗車お疲れ様でした。なんかこうね、ぼーっと弁当食べてたらこんなんが来ましてね、 JR 北海道も最近はなんか面白い列車走らせるんだなと、森行きと書いてあります。なんかこう一見変な列車が来たなって感じだったんですけど、よく見たらね、北海道の恵みと書いてありまして、手のかかったイラスト結構可愛いですよね。これね、お金がないなりになんとか JR 北海道としてもよくしようと頑張っているんだろうなという感じがします。多分そういうやつでしょこれ。広々としてますね、函館駅。あの弁当は食べ終わりましたけど、まだですねコンビニの、 あのおにぎりのご紹介が済んでおりませんが、北海道産米塩、これ函館駅の中に入ってるセブンイレブンですけどね、イクラの醤油漬け、しかも今日はですね、これがなんとあの100円セールということですから、これ100円ですよ。イクラの醤油漬け、北海道でしかこれ売ってませんのでね、大変素晴らしいことです。結構そういうのが、ね、いっぱいあってね、北海道限定のおにぎりって美味しいんですよね。これも北海道産米塩を炭火で炙った紅鮭ハラミ、美味しいと思いますよ。これ前もね、鮭の焼き付けとか100円で売っててね、なんだこの美味しさと感動的に美味しいものがあったんでした。これもまた本日100円セールで買ったものですけど、これはね函館限定なんですね。函館限定のセブンイレブンのおにぎりとか私知らなかったですけどね。紅鮭のこれは醤油味です。北海道のお米を使って、まあ、キララ397とかそういうやつですよね多分ね。中にイクラの醤油漬けも、これもだいぶお腹いっぱいになってきてるんですけど、やっぱりちょっと食べたいですよね。いや立派なイクラで本当に美味しいですよ。いいなこれ、うん、これ100円で売ってるっていうのがまたね、今日は本日特に助かることでした。ディーゼル車両のエンジンの匂い、排気ガスの匂いみたいなのも漂ってきてね、駅でのお食事という感じです。そろそろまた次の目的地へ行きたいですか。
でもね、こんな風に港の風が吹いてくる函館の駅、まあ、列車の中に入ることはね、入場券で入ってきてますんで私乗れませんので、ダメなんですが、ちょっとやっぱりスースーしてね、少しこのまんまずっとじっとしてるとなると、まあ、寒いなという感じがしてくるものです。別にね、またどっか暖かいところへ行きゃいいだけなんですけど、東京の朝出発してきたあの暑さがね、ちょっと恋しくなってくるもんです。人間贅沢なもんですね、本当に。おしゃまんべとかも行きたいですけど、ちょっと、ね、だんだんど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 んっていう表現の方がいいかな、寒くなってきましたんでね、これはまずいぞと思いまして、今から温泉に向かいたいと思います。湯の川温泉っていうのさっきありましたけど、もう一個函館には温泉があります。今日は天気が良かったらね、五稜郭じゃなくて四稜郭っていうのもあるんですよって言って、あの四稜郭というね、あの函館にあるちっちゃい五稜郭みたいなやつ見に行こうと思ったんですが、それちょっと行けないし、函館山もこの通りもう完全に曇っておりまして、山の上まで行っても何にも函館の景色なんか楽しめそうにもないし、帰り飛行機で函館の夜景なんか見えないかなとちょっと期待していたんですけれど、それは期待した私がバカだった、天気予報も見ずに何を期待するかねと、そういうところでしたが、函館には全天候型の楽しめるようなところもたくさんございます。うちのチャンネルではもう何度も何度も繰り返し青函連絡船マシューマルについてご紹介していたと思うんですけど、あれ今までまだ行ってなかったっけ、マシューマルって。中は一度だけ撮影したことはありましたけどね、もう一回行ってみるか、それとも思ったけど、いいや、今度のネタにね撮っておきます。というのは私実はちょっと今日大学の宿題とかねやらなきゃいけないものがいくつかありまして、どうせだから温泉のところ行ってね、それで温泉入りながらのんびり休憩所で、ちょっと宿題なんていうのね、しばらく時間かけてやりたいなというふうに思っているからです。まあ私の都合なんですけどね、要するに別にまあそんなんでいいじゃないですか。あの函館のね、何が素晴らしいかってね、観光地に必要なものが何でもあるんですよ。鉄道でのアクセスもいいし、それから船っていうか飛行機でのアクセスもいいし、それから景色もね、素晴らしい景色、山の上からの夜景とか、美味しいグルメや海の幸もあり、山の幸もあって、それから温泉もあるし、駅前にはホテルなどの設備は充実していて、朝には朝市があると、もう朝のね、朝一番に起きて朝市から、夜中とは言いませんけれども、夜の夜景まで楽しめる、本当にね、何でもあるところで素晴らしいと思いますよ。適当に予定などを立てずに来ても、あの歴史もある町だしね、松前藩の、重要な町、函館ですよ。来た、あれだ、あの路面電車に乗りたい、八千頭って書いてあるあのバスがいいんですよ。バスで、あの路面電車、あの八千頭行きと、それからね、あの函館ドック行きと2つありまして、八千頭行きじゃないといけないんですね。これから向かいますのが八千頭温泉です。来ちゃったな、間に合うかな。あの電車が行ってから信号が青になるんですよね。乗り降りするお客さんが時間を引っ張ってくれればいいんだけど、間に合いたいな。間に合いました。函館は坂の町として知られているから、路面電車の走るルートも結構坂を避けがちで進んでいくんじゃないのかなと思いますが、それでも割と、まあ、坂も登っていっちゃうんだな、大したもんです。高校時代にも八千頭温泉って行きましたけど、お金がなかったんでね、歩いて行きましたよ。4キロぐらいあったような気がする。到着しました。ここがね、路面電車終点の駅、八千頭駅です。反対側の終点は湯の川駅で、温泉地と温泉地を結んでいる、大体そんなところ。函館の駅から20分はかかっていないかな、かかったかな、そのぐらいの距離です。こちらが函館山、まあ、山の麓のところにあります。上の方へ行けば夜景が楽しめるのですが、今日は無理です。やっぱでもね、普通にいたら温泉行くだけではなんかちょっと物足りないなと思いまして、高校2年の時かな、最後に行ったのは懐かしいですね。あのこの先に立町岬というところがありまして、八千頭温泉の八千頭駅からですね、歩いて15分1キロほどのところにあります。こんな感じでお墓地帯の中を抜けていくんですが、すぐ脇のところにもうちょっと先かな、石川啄木とかの、ね、一族のお墓もあるそうですよ。来た来た、ここです。私以外に徒歩で来ている人はいないようですけれども、車は続々とやってきて、それなりに函館でも著名な観光地、ここが函館立町岬です。7月の今日は8日9日か、7月9日ですからね、もう完全に夏なんですけれど、手はちょっとかじかみ始めてきました。こんなに厚着をしてるってのにね、私より薄着の人も結構たくさん見られます。ちょうど向こう側に船が一つ見えておりますが、多分津軽海峡フェリーと書いてあるはず、実際に書いてあります。イルカのマークが目印、あの船は函館とそれから青森県の下北半島、大間崎、大間の方を結ぶ、そのような船です。大間が一番近いですね。実はあの青函連絡船とか行って函館と青森ということになっておりますが、この2つの港町がもともと連絡船で結ばれていたのは鉄道の大きな駅があって、そこが駅とそのから列車との連絡が大変スムーズにできるからということでして、もともとは大間の方が近い町です。
函館山の端っこがいきなり大きく海へ入り込むようなところ、ここが立増岬です。もともとアイヌの人たちがここで魚を立って待って、それでやってくるのを待っていたということで立増岬らしいのですが、向こうの方を見ると船が走っているのが見えます。津軽海峡フェリーとありますが、あれはあちら反対側、津軽海峡を渡って向こう側の青森県、大間崎のあります大間を結んでいるフェリーです。青函連絡船というのがかつて青森駅、函館駅を結んでいた船として大変有名ですが、実は北海道函館から一番近い町といえば、下北半島の大間でして、青森よりも大幅にかかる時間は短いもの。だから多分大間から先、また陸路で持って移動すると、普通に自動車で行く人はこういうルートも、まあ、割と普通に使うのかなと思います。ちょっとあんまり私そちらの方面は詳しくはないけれどね。あまり夏の光景とは思われません。植物もなんかね、枯れてるものなんかもたくさんあって、ここは風も大変強いところですから、なかなか育ちにくいのかもしれません。その岬の反対側、こちら側を見ますと弓なりに広がる函館の街が見えます。ちょっとズームアップしてみますか。そうですね、どこからがいいかな、向こうかな、こちら側が反対側の温泉の街、あの辺ですが湯の川温泉です。大きな建物が並んでおりますのは大変リゾート地としても有名なところだからです。つまり大きな温泉ホテルがたくさん並んでいるようなところ。そしてそこからこのようにずっと路面電車が弓なりに函館の街を結んで、反対側の路面電車の終点のこちら側がこの辺りに八千頭の駅があるということです。なお函館の街はですね、大変面白い構造をしておりまして、どう言えばいいかなちょっと難しいんですけどね、まあ、大体こういう感じなんですよ。これが両方海岸線ね、こんな形をしております。だから反対側、函館の反対側もまた弓やりのこんな感じの形をしてるんですね。左右対称とでも言いましょうか。そして向こう側の海へ出たところにも路面電車の分岐した駅、函館ドック前駅とかがそういうのがあるんですけど、まあ、あんまり詳しい話をするのはやめときましょう。あとはここから見えるものといえば、やっぱりなんといってもあれかな、わかりますでしょうかね、これら、これね、こう立っている展望台のようなタワーがあります。微妙な高さですが、これは高さをそこまで追求していないからです。五稜郭タワーです。あのすぐ下には五稜郭公園があり、五稜郭といえばかつて、西南戦争じゃないや戊辰戦争の終焉の地として榎本武明率いる旧幕府軍が頑張って戦っていたようなところ、あのすぐ真下に五稜郭があるという大きな目印にもなっていて、大変わかりやすいものです。函館の駅はね、多分こっちの方だと思うんですね。確かこのホテルがね、函館駅前のあのロアジールホテルだったと思うんで、そこら辺にあるんじゃないかな。あの大原の簿記学校みたいなところとかね、ルートインとか、大体この辺が函館駅のはずですよ。だからここから路面電車でこっちの方までやってきましたよと、概ねそういうことです。それから函館空港ですが、今日の朝降り立った函館の空港はどっかね、この辺に、こっちまでは行かないはず。これだとね、多分行き過ぎてますんで、どっかここら辺に函館空港があると思うんですが、ちょっと見てもわかんないな。どれかな、この辺のはずなんですけどね。あのね、函館空港とそれからあの湯の川温泉ってのはこう見ていただくとわかるようにめちゃくちゃ近いんですね。だいたい市内までもかなり近いし、だからね、あの湯の川温泉に私も2回ぐらい泊まったことありますけど、真上をこうブーンと飛行機が飛んでくるんですよ。だからいや、さぞ湯の川温泉から函館空港というのは近いんだろうな。本当に近かったですね。だってバスで10分かな、そんぐらいですよ。バスで200いくらで行けちゃうんですよ。そんな立地のいい温泉ありますかって感じ。だから本当だったら今日もね、あの湯の川温泉の方へ行った方がまあ良かったのかもしれないですけどね。八千頭、逆に一番遠い方ここへ来ちゃいましたから。でもそれはそれでね、逆にあのここの温泉も日帰り温泉に大変適したところですから、湯の川はどっちかというとあの宿泊型なんでね、ちょっと向いていないところがあります、こういう旅には。あ、ちょうどいいところがあったな。これ分かりますかね、反対側、あそこにね、あのうちのチャンネルで前紹介しましたラビスタ函館ベイありまして、向こう側にもこのように海が広がってるでしょう。こういう感じでね、両脇が海になっているのが函館の街の特徴なんです。だからあの山の上から函館の街を見下ろすと、弓なりにこう海に囲まれた街がね、こうピカーッと光って、これはもう大変綺麗なんですよ。よし、これでさっきの八千頭の駅のところまで戻ってきましたが、こっちに進みますと温泉があります。うん、懐かしい、久しぶりに来ました。ここがね、八千頭温泉です。赤いお湯が出てきまして、鉄の香り、源泉かけ流しですね。で特に加水とかあれから、あとは何、あの塩素で殺菌とかそういうこともやっていない大変質の高い温泉のようです。車がね、ずらっと駐車場を埋め尽くしている、本日月曜日なんですけどね、こんだけ混んでいるということからも、もうここの素晴らしさが伺えるかと思います。高校の時ここへ来てね、温泉上がってラーメン食べてたら、フランスから来たらしいって、あのお姉さんに話しかけられてね、それから先一緒に旅行した、外国人と一緒に旅行したっていうのはそれが初めてだったかな。その後も函館でね、たまに外国人の人と出会って一緒に旅行するってことがあったんですけど、
その時もね、結構夜遅くまで、なんか2時ぐらいまでずっとあちこち、あの急行列車浜那須号にね乗るまでの時間ということだったんで、あちこち行きましたけどね、最後あれだな、あのメールアドレスくれたんですけど返事してないな、ちょっと悪いことしましたね。あでも向こうもお金なかったし、私もお金なかったからね、あの特別ご馳走したりしてもらったりということはしてないんですけど、まあ、初日の下星、幕の持ち主としては星の初場所を楽しみだったと、2回の下星があります。休憩所で宿題もやりましてね、全部終わりました。いやーよかったよかった、もう何にもね心配することはありません。実は明日までにやんなきゃいけないやつだったんでね、結構シビアだったんですけど、割とパパッと終わっちゃいました。いやーよかったですね、本当に体からねどことなく、もう今はしないけど、さっきお風呂上がったところなんかね、体から鉄の匂いがしてきます、ね、あいいなーという感じ。露天風呂はちょっと熱いんですが、成分が全く薄められておらず大変濃いお湯です。さっきはねこれ函館山のところも、あの上が霞んでて全く見えなかったんですけど、霞んでてっていうか曇ってて見えなかったんですけど、全部上まで見えております。これだったら街もぼんやりしてますが、今日の夜景も楽しめそうですね。ただ私はそこまでいる時間はありません。だからバスも来てるな、あれに乗れば函館駅の方まで行くのかな。ここで折り返しどこへ行くんだろう、空港行きとかだったら助かるんですけど、さすがにそんなに世の中甘くないですね。五稜郭公園の方に行くのかな。これには乗らないで、またさっきの路面電車に乗って函館駅、それからまたバスに乗り換えて、もうそろそろ空港へ帰っておいた方がいいかな。明日ね、あの大学の授業があるのと、私の乗る19時何分だかのやつは最終便なんでね、もしそれに乗れないとなるとやばいことになりますからね。ちょっと寝台特急北斗星があればな、夜9時に函館出発だったから、あそこの温泉で一眠りしてからでもよかったんですけどね。いや本当に北斗星便利だったんだけどな、なんでなくなっちゃったんだろうとか、まあその理由はよくわかってますけどね、単純に儲からないからなんですが。いや本当にね、高校生の時から YouTuber やっときゃよかったと思うんですよね。高校1年の時に YouTuber 始めてれば、まあ同じように成長してるかどうかわかんないですけど、もしそうなってればね、高校3年の時まだブルートリンありましたからね、その時のね、あの仕事で寝台特急乗りまくって北海道行きまくりみたいな、結構バラ色の高校時代が遅れたんですけど、まあでもね、あの高校時代もそれはそれで、あのいろいろやろうと思っていたことがあったし、その範囲の中ではね、頑張ってかなりいろいろ北海道の旅を最大限楽しんだと思ってますから、まあそれはいいんですけどね。でもやっぱね、今のこの生活手に入ったのは楽しいしね、あよしじゃあ飛行機になってどっか行くか、ブラーとか言って朝起きてからね、適当に飛行機に乗って帰って旅行できるのは非常に本当に幸福なことだとは思うんだけど、やっぱりもうちょっと前にどうせだったらこういう風になりたかったなっていうのが正直なところなんですよね。まあこれはね、もうあの贅沢の言い過ぎかもしれませんけど、函館は大きい町なんですが、高い建物はそれほどはありません。駅周辺とかあるところもありますけどね。だからね、なんだろう、広くてあっちこっち遠くまで町が広がっているっていう感じが、あら路面電車が出てっちゃったから5分後の列車に乗らなきゃいけないみたいですけど、まあそれはいいや。こういう北海道らしい都会、これ結構好きなんですよね函館。さっきの八ヶ白温泉ってね、日本人の地元の方が一番多かったですけど、次に多かったのは外国人の観光客の方なんですよね。日本人の観光客ってそんなに見られないんですけど、なんでそんなに、あんなあそこかなりニッチなところだと思う、コアなところだと思うんですけどね、よく知ってるな。意外とね、海外ってそういう日本の情報みたいなのね充実してるらしいんですけど、いざ自分が今度海外旅行に行ってみるってなるとね、メジャー定番どころ、ロンドンだったらなんかビッグベンとかね、そういうのしか知らないし、よくまああんな詳しいところまで分かっているなと、本当にね尊敬しますよ外国人の皆さんは。これだ。で、八千頭からね函館まで行って、函館からバスに乗り換えるというわけなんですが、しかしこのずっとね、そのまま空港に近い方面までね、ずっとこれで湯の川まで行くんですよね。で、湯の川から函館のバスに乗り換えて10分もかからないぐらいで空港に行けますんで、湯の川までね、あの240円、250円なのかな運賃が。で、そっからバス代がまた230円ですから、480円で行けるんですよね。これ函館で乗り換えると、あの運賃だいぶ600、700円ぐらいね合計でなりますんで、それで乗り換えていくのが一番、賢い方法ではあるんだけど、でもね、路面電車やっぱり時間がかかるような気がするんだよな、バスよりも。なんかそんな気がしません？路面電車ってね、乗り降りも結構いっぱいあるし、まあ、200円だからそれは函館駅でね、落ち着いて乗り換えていくことにしましょうか。温泉でポカポカ、大変ね、こういい気分じゃないですか。じゃないですかって視聴者の皆さん言われても困るか。これあれですね、これ随分、線路こんなんでも走れるんですね。ボロボロになってるけど、線路はボロボロではないのか、一応。ちょうどもうね、天候に関しては私は常に味方につけていると思ってますけど、この屋根があるところに着いた瞬間に雨が本降りになりましてね、傘いらずというわけで、さっき傘買いましたけどね、本当にこう傘を買ったらその瞬間に雨も止んだしね、
ほとんど使ってないんだよな。やっぱこういう風にね、いつもいつも天気に味方されていると傘いらずというか傘が嫌いになってくるもんです。もうなんか知らないけど帰りの飛行機ね、さっきまでは満席だったんですけど結構空席がちらほら出てましたね。私の隣の人もさっきまではいたはずなんですがいなくなりましたんで、帰りの旅はちょっと快適そうだな。普通席なんですけどね、十分だ。これならプレミアムとかにする必要はありません。プレミアムクラスもね、8000円とかちょっと高いんでね、なんか日航のファーストクラスの方が良くないって感じがするのと、あとなんか函館とかだと飛行機の距離にしてはどうも近いようですからね、通常より。そんなに追加してお金払うこともないかなというのが正直な感想です。って言ってたらこの路面電車が来たな。さっきと同じ2両編成の1両のやつとかね、2両のやつとかいろいろあるんですよね。この駅で行き止まり、折り返し、終点です。結構ギリギリまで攻めるんだな。これでね、また路面電車を降りると、さっきまで降っていた雨がこう測ったかのようにやむんですけど、やっぱこう私が神だということがまた証明されてしまいましたね。そんな証明したくてしてるわけじゃないんですけど、でももうね、バスの発車まではあと5分しかないんですね。のんびりしてたわけじゃなかったんですが、単純に時間をねちょっと間違えてまして、また危ないことですけどね、いつもこんな感じだから。でまあ早めに出てきたんでそれでもなんとかなってる。いや、よかったよかった。今から行けば十分余裕を持って空港に行って間に合いますから心配はいりません。しかしね、明日の10時半に大学へ着きゃいいんですよ。いやー、これさー、ほんと北斗星とかあったらね、これであとはこうまだあと3時間ぐらい北斗星の発車までありましたから、そこで適当にラーメンでも一杯食べて、それからじゃあ山行ってね、夜景でもちょっと今日は微妙だけどまあ見てくるかーなんてこう夜景を見て、それからね戻ってきてちょうどいいぐらいの時間ですよね。そして明日の朝上野に着いたらば、東京まで出た後新幹線で新横浜とか回ってきゃね、いや上野東京ラインでもいいのか、したらねもう起き楽に2限の授業にそのままストレートに間に合って最高の旅程だったんですけど、本当に残念でなりませんね。飛行機で来るとね、なんか瞬間移動してるような気分にならないですか皆さん。やっぱね、鉄道ってのは地を這うように進みまして、今どこにいるっていうのをいつも意識しながら行くから、それがいいんですよね。自動車もまた途中駅とか通過しないし、高速道路じゃ景色あんまりよく見えませんから、鉄道のメリットっていうのはね、そういうところにあるんだろうなと思うんですけれど、もうそういうものを感じることも特にありません。函館が北海道の一番南の街、あ、ついに来たな函館、そういう気分にもならないもので、飛行機でパッとね、あ、着いたか函館、もうそういう感じですからね。悲しいなと思いますけれど、でも、これで飛行機のおかげでね、もうまさにあれですよ、人に翼の汽車の恩とか言って、昔自動車のことを言ってましたけど、もうまさに本当に文字通り人に翼になってますからね。あら、待たしちゃった、これ悪いことしたな。いや、私を待ってたわけじゃなかったらしいな。自意識過剰なところをまた披露してしまいましたよ。荷物預けられるみたいだけど、この人数だからいらないですね。なんでだろう、このバスに乗らないと多分間に合わないと思うんだけど、これ最終バスですよ。最終バスだからガラガラなのかな。飛行機の出航じゃない、離陸でいいのかな。出発時刻まではまだ1時間以上あります。今映っていたのが先ほど訪れた立町岬です。これからまっすぐずっと進んでいったこの先に湯の川温泉があり、さらに先に函館空港があります。40分なんですけど、ね、新幹線じゃありませんので、40分って言ったらもう割と時間発車直前という感じなんですよね。だからよかったよこの時間に入って、そうじゃなかったら本当に飛行機に乗れなかったかもしれない。まだまだね、飛行機に乗る回数は結構ありますけど、乗り慣れているかというとそうでもありませんので、まだこれからも修行が必要かもしれません。なんだっけ、なんかマイレージ修行ってのありますよね。私も存在は知ってるんですけど、特にやるつもりはありませんが、ただこんだけ乗ってればそういうステータス回避みたいなのになることもあるのかな、どうなんでしょう。15分前までに行きゃいいって言うんで、まだそう考えると時間があるな。ラーメンとか食べていけるのかな。超心配ですけどね。まだ大丈夫だな、これ飛行機の中に私の荷物持ち込めるらしいんでね。
本当に持ち込めるのかな、行きがプレミアムだったからっていうことじゃないと思うんですけど、ラーメン函館ラーメンって有名なんですけどね、ちょっと高いなぁ、いっかね、また函館も来ますからね。あ、なんかね、おかしいなとは思ったんですけど、私はね、また出発時間を勘違いしておりまして、出発19時25分だと思ってたら35分だったんですね。大幅に時間に余裕があるということが分かりましたから、まだね、あと35、今ようやく7時になったばっかりなんで、まだまだ時間がありました。だからラーメンもね、食べてきましたよ。函館ラーメンってのは確か塩味だったと思うんですけどね、でもいまいちその特徴が分からない博多ラーメンとかね、あと札幌はバターコーン味噌ラーメンとか、なんかそんな感じのがいろいろありますけど、函館は塩味に何が入ってるんでしょうね。日高ラーメンだったら日高屋の中華そばみたいなのを想像しておけばいいのかな。貧乏舌ですけど、おお、なんだこれ、これ鉄道会社だともうね、かなり珍しくなってると思うんですけど、パタパタですねこれ。あら、びっくりだこれ。しかも何これ、日航全日空が東京行き両方とも一緒に出るダイヤなんですね。588便と558便で、私の乗る全日空機は定時で出る予定なんだけど、日航機は19時40分で5分遅れということは、別々の飛行機だってことですよね。なんでこの全く同じ時間に飛ばすんでしょうね。そういうもんなの？コードシェアとかそういうやつではなさそうです。不思議だな。さっきもね、羽田空港で出発するときに同時に飛行機が2つ飛んでね、おお、あっちが第1ターミナルと第2ターミナルと両方飛んでるぞなんて思ったんですけど、窓側じゃなかったんで映せなかったってことが実はあったんですね。本当にね、ぴったりと飛行機が揃って飛び立ったんですごかったですよ。今19時3分か、これで分かる人は分かるでしょう。こっちはね、日航の飛行機なんですけど、こっちの方がちょっとなんか強そうなんですよね。ね、向こうと見比べると少し機体の高さが違う、ずれてるの分かるかなと思いますけれど、こっちの方が何、ボーイング737じゃないやつですよね。それ以上のことはよく分かんないんですけど、737ってのが小型飛行機でベストセラー、すごいいろんな航空会社で重宝がられている小回りの利く飛行機だということです。これは何なのかな、767777とか、多分どっちかだと思うんですけどね、よく分かりません、見ても。ちょっとやっぱね、さっきのやつと比べるとこじんまりとした感じ、まあプロペラ機みたいなやつではないですけどね。先っぽの羽の翼っていうのかな、これがぐにゃんと上に曲がってますから、まあ、これで私にも見分けられますというわけなんです。この飛行機本当にしょっちゅうなんかこればっかり乗ってるような気がするんですよね。3列プラス3列、別に快適性とかには特に不足を感じるようなところはないんですけれど、でもやっぱなんかちょっとなという気はして仕方がありません。まあやっぱりね、鉄道マニアは列車いっぱいつながってる方が嬉しいものだし、飛行機マニアは多分大きい方が嬉しいんじゃないですか。そういうことないのかな。皆さん、飛行機マニアの皆さんにお聞きしたいけれど、大きい飛行機とちっちゃい飛行機だったら大きい飛行機の方がいいですよね、多分。そういうもんじゃない。あとよくわかんないけどね、 ANA ご利用くださいましてって言った後にこんな放送がかかってましたけど、本日はなんか使用機会が変更になるみたいなこと言ってましたね。だから私が乗るこれからこの飛行機ですけどね、座席の変更が一部発生してるみたいです。まあ私の席は変わってないみたいでしたけど、いやでも今回はなかなかいい日帰り旅行だったな。朝じゃあ行ってみるかってね、気楽に適当に行って、現地の状況も天候が悪くてね、そういう状態の割には雨に降られることはほとんどなかったし、温泉も快適だったし、岬もねパパッと回ることができて、立派なご飯、立派じゃないけれど別に立派ではありませんが、美味しいご飯にありつくことができて、まあ、お気楽な函館小旅行という感じだったでしょうか。ただちょっとね5万円ぐらいかかっちゃいましたけどね。あ、随分綺麗だな、こうリニューアルしたんですかね、ファーストクラスラウンジに行くのみたいな感じ。またあれか、乗り込んだら全日空の音楽を聴くことになるんでしょうね。もうあれ飽きましたけど、いつも同じ曲なんだもんな。たまには演目を変えてくれりゃいいんだけどね。BGM がね、もうなんかこう弾いていて、もう分かったよ分かったよって言いたくなってくるんですけど、これはもう最近全日空の飛行機ばっかり乗ってるからかね。普通席もこれ3人掛けを1人で取れるんだったらいいんですけど、必ずね、これ3列ストレートってのはなかなかないですからね。
か。ちょっと大変ですね。まああの LCC と比べればもう天国ですけど、LCC はもうなんかこんな感じですから、ね、あちょっときついけれども。機長は田中、チーフパーサーは佐々木でございます。ご用がありましたら遠慮なく客室乗務員にお声かけください。東京の気温は27度だというから暑くはないはずなんですけど、暑くてしょうがないですね。体にこうまとわりついてくるようなものすごい暑さ。函館さっき出てくる前に16度だったそうですけど、今ここは27度。まあ11度暑くなればね、そうかなりの暑さだろうな。私の格好もよく考えてみればその気温に適したものではないしね。普段この格好してても東京でもそんなに何も感じないんですが、さすがに北海道のねあの快適さを体験してしまいますと、ちょっとこれではないと言いづらくなるものです。涼しいところに行って一生それをねしていきたいということで、北海道までわざわざ行ってきたのですが、結果としてはどちらかというとただ東京の暑さにですね前よりも弱くなってしまったというだけでした。なんかよくありませんねこれではね。でも楽しかったです。一日でこんな風にねあの函館まで朝起きて、じゃあ思い立って行ってみるかというわけで行って、で意外とこういう風に楽しめるんですから大したもんだと思います。しかしあのバスのやつね、空港内のあのリムジンバスっていうの、あれはちょっと めんどくさいですよね。正直言ったらね、こう言っちゃ悪いかもしれないけど、あのこうお客様をバスにてご案内いたしますとか言われると、あーとこうね落胆の雰囲気が、機内にもちゃんと間違えずね、車内じゃなくて機内って言えましたけど、間違えず、機内にもね、あーってこう落胆の雰囲気が広がったものです。私もその中の参加者の一人でした。ちょっとね、じゃあ今からボーディングブリッジ、あれをとことこ渡ってそれで行くかと思っていたところで、いや、皆さんバスに乗り換えてくださいねって言われたらね、ちょっとやる気なくなりますよね。羽田空港って夜出る飛行機とかないんですね。
もう全部終わったんだ今日は。あ、なんかあのシュワデスじゃないけど切符売り場の人たちがちょうど今荷物まとめて帰るところのようです。懐かしいな、朝ね、ここから飛行機に乗ってったんですよ。そんで函館まで行って何やったっけ、お弁当を食べたでしょ。長谷川スターの焼き鳥弁当を食べて、で JR 北海道の車両を見て、まあそれはそんな何かしたってことでもないけど、その後は温泉行っただけ、いや違う、三崎行ったんだ。三崎見物した後、温泉に行って、それでのんびりそこで宿題やって、飛行機で帰ってきたと。いや充実した素晴らしい小旅行、日帰り旅行って何ですか。あの距離的にはね、全然小旅行ではないんですけど、でも1日のお出かけブラッと行ってきましたみたいな感じですよね。あの気分としてはなんだろうな、ちょっと三崎口でも行ってね、マグロでも食べてくるかみたいな、多分それと同じようなノリだったと思います。だちょっとさすがに頻繁にこういうことばっかりやりますよね。お金かかってしょうがないんで、あのこの多分スーツ B チャンネルにこの動画ね出てるのかなと思いますけれど、あの今回は割とちょっと私のどっかお出かけしたいなというそのままの、その気ままに動画作りましたから、別に何ていうかな、動画作るために行ったわけじゃないんでね、あの私がちょっと出かけたくなったから行ったんで、まあ採算は度外視で問題ないわけなんですけど、ちょっとこういうことはさすがにねそう簡単にはできないのかなとも思いました。レストランとかあるのか、まだやってんのかね。まあ、手元に、ね、あのおにぎりは残ってるんですけど、ちょっとおにぎりではなと思ってね、なんかあのフルーツパフェとかそういうもの売ってたら食べようかなと思ったんです。そういうもの特にないですね。さぬきうどん、セルフのさぬきうどんか、美味しそうだけど、さっきラーメン食べたし、そういう方面のお腹は減ってないんだよな。5階になんかあるけど、ラストオーダーは8時半でもう終わってるわ。ダメだ、だいたいラストオーダーはもう9時とかそんなもんでしてね、ここはやってるみたいだけど、うん、いいですね。意外と羽田空港ってこういうの終わるの早いんだね。すごいね、これバスどこまで行ってんのかなと思っていろいろ見てたんですけどね、東武日光鬼怒川温泉とかそんなのあんの。あー、白馬とか軽井沢とかそんなも書いてあるしね。遠方行くのはそのぐらいのようですけど、京浜急行バスっていうのはすごい広範囲をカバーしてるんですね。でもね、あのどっか遊びに行こうかなと思ったんですが、あの空港の中でね、まあ、遊びに行くようなところも特になさそうですから、動画もここら辺で終わりにさせていただきたいと思います。結局ね、暇ですることがないから、さっきなんだこんなものとか言ってたやつなんですけどね、あのだしドリンクっていうの、冷たいやつですが、あの冷たいだし汁ドリンクにこうね挑戦してみるということになってしまいました。本当に、あ、食塩は入ってんだな。じゃあ、まあ、多少は飲みやすいでしょうかね。よし、これを135ミリ缶で十分じゃないって気がしますけどね、こんないっぱいいるかね。いただきます。お客様にご案内します。羽田空港の国内線はご利用の航空会社によりターミナルが行われます。思っていたよりは美味しかったからなかなかいいかもしれないですね。ご利用のお客様は第1ターミナル。お後がよろしいようで、今回の函館旅行はこんな感じで終了させていただきます。いや、近日って短いようで長いですね。久しぶりにね、そういうことを実感しましたよ。帰りは本当だったら今ぐらいの時間に寝台特急に乗ってね、食堂車でナイフとフォークで食事始めるみたいな、本当は私の中ではそういう時間だったしね、函館って言ったらそういう感じのイメージの場所だったんですけど、それができなくなっちゃったのは残念ですけど、まあでも本当に飛行機ボンボン乗ってね、あちこち気ままに旅できるように、そういう現代もそれはそれで楽しいもんかもしれませんね。じゃあどうもご視聴ありがとうございました。